のプライベート空間へようこそ。サティだ。今ここトイレの中なんですけど、先日イベント、まあ仕事でとあるイベントに行った時に、このサンプリングみたいな感じでこのお尻シャワシャワとかいうものをもらったんですよ。なんだとこれはと、なんだこれはと、このお尻シャワシャワなんだこれはと、ね、この中身がまあこちらになるんですけど、お尻シャワシャワってもうこのキャッチーな名前、もう目を引くじゃないですか。気になっちゃって、なんかお尻を洗浄する液体みたいな、なんか旅行の時とかに持ち運んで、トイレがないところでなんかピューってやるみたいな感じらしくて、俺ウォシュレット苦手なんですよ。ウォシュレットがもうくすぐったくて苦手で、ウォシュレットとか使わない派なんですけど、ちょっとお尻シャワシャワ使ってみようかなと思って、っていう動画です。早速ちょっとお尻シャワシャワ使ってみたいと思います。ちょっとその前に脱がなきゃいけないから、大丈夫、映らない？辛い？大丈夫？ちょっとお尻シャワー緊張するな。お尻シャワシャワ使うの緊張するな。よし。お、なんかゲームの RPG の扉開ける鍵みたいな形しますね。ノズルの上部のタブ、こいつを外しますと。この穴を局部に向け複数回洗浄してくださいって。ここをシュッシュッと押したら水がこうポンプみたいに出るらしい。ちょっと一回行かせていただきます。これあれですね。はい、使い切りました。まだちょっと残ってる。ほんで、水が少なくなった時のね、中の空気だけがこう来るんですけど、水がかかってる時は冷たい、くすったいって感じなんだけど、この水がね、なくなってきた時にね、中の空気が、プシュって出てくるわけですよ。その空気が、もう、っていう感じで、っていう感じでってなんだろうね。もう一個使ってみようか。綺麗な精製水だから、あれこれ下手したら飲めるんじゃないの？飲まないでくださいとか書いてあるかな。本品は1本につき1回使い切りです。飲まないでくださいは書いてないですね。ちょっとじゃあ味見してみますか。ここ外していただきます。大丈夫ですね。このプラスチック臭みたいのはするんですけど、味は全然飲めちゃう感じ。では、いただきます。ちょっと、俺こっちが見ちゃうのなんでなんだろうね。残りが少なくなってきた時に来る空気、この空気がもうお尻シャワシャワ使ってみたんですけど、これいつ使うんっていう、まあ、海外旅行とかそういうトイレの環境が整ってないようなところで使うのかなみたいな。日本だとどういうところで使うんだろうね、お尻シャワシャワね。ちょっとお尻シャワシャワ普段から使ってるよっていう人はね、
コメント欄に残していただきたいです。普段使う人をコメントしていただいて、でチャンネル登録グッドよろしくお願いします。このお尻シャバシャバしてるなんか息子が縮み上がってる。